クアドリガ賞はドイツの年度賞でベルリンに本拠を置く NPO 団体ベイクスタット・ドイッチランドが主催する。政治、経済、文化活動の分野で開拓者精神を持って革新的な活動をしている個人もしくは団体4者を表彰する。受賞者にはベルリンのブランデンブルク門の上にあるクアドリガをかたどった小さな像と2万5千ユーロの賞金が贈られる。 スウェーデンの電力会社バッテンファルが講演している。ベイクスタット・ドイッチランドはこの賞を毎年ドイツ祭統一を記念するドイツ統一の日に送っている。当初2年間は受賞式はベルリンコンサートハウスで行われた。2005年から2008年にはオペラハウスのベルリンコーミッシェ・オーパーで行われた。2009年の受賞式はドイツ外務省で執り行われた。賞は ビクトル・ユシチェンコ、ベルナール・クシュネル、ミハイル・ゴルバチョフのような人々により手渡されている。2003年2004年クアドリが2007の受賞者たち2005年2006年、クアドリが2007の受賞者たち2007年2008年。ありがとうございます。